はい、行きます。てててて。カナさん、これ映ってなくて悲しいじゃん。そこまで来ますね。これ切れてる。障害の時に出せるかな。ああ、なるほどね。おーっと。いきなり。いきなり。はい、行きましょう。はい、行きましょう。いきなり画面を割り込まれました。じゃあ行きますよ。はい。はい、せーの、キバラジ。はい。キバラジは何かと忙しいあなたにお昼のほっとひとときを提供する気の抜けるラジオです。はい。今週のキバラジはですね、今週のキバインターナショナルと、拙者、つまりマクロ撮影について、それからレクチャーメーカーのご紹介をやっていきます。エビさんからのご依頼です。はい、マクロ撮影はエビさんからですねご依頼していただいたので、それに検証してみたいと思います。今日はですね、ちょっといつも言っている、メインパーソナリティの長谷川さんがですねちょっと遅れてくるということなので、アマゾンからのミスターアマゾン君にですね今日は来ていただいてます。密林からの使者です。はい、このメッセージ、アマゾンさんからのメッセージボード、まあいいや。そんな。じゃあどうぞ、自己紹介を。密林からの使者、アマゾン、ミスターアマゾンです。みんな友達、クリック、クリック。綺麗な笑顔が似合う。はい、どうもありがとうございました。このキック、わー、めっちゃ臭いな。はい、どうもありがとうございました。では、どんどん行きましょう。中の人的には熱い。はい。いきますよ、はい、せーの、キバラジ。はい、ですね、まず今週のキバラジではテレポカムについてご紹介をしたいと思います。テレポカムって何っていうのは、これはですね実はキバラジのウェブサイトにも紹介をされておりまして、紹介されている。はい。笑うな。はい、テレポカムってのは何かっていうとですね、若干とちょっと諸若原あたりに切り替えてみましょうか。はい、メインカメラを紹介、間違えた、どうしていいかわからない、こっちが紹介カメラ。はい、これですね、これが、セレボカムっていうやつで、はい、こんな薄いカメラなんですけれども、デジタルカメラなのにユーストリームの中継ができるっていうのが、すごいポイントになっているカメラです。でですね、実際以前このセレボのですね岩佐社長がうちの基盤に来ていただいて、そこで KNN の中でいろいろ紹介をしていただきました。 Amazon でも売ってる。でちょっと待って、誰かが最後に整理すると、セレボカムあんま知らない人向けに言うと、 iPhone でブロードキャスターで配信することより、で iPhone ではできないこととしては、あげられる機能がまずリモートコントロール。リモートコントロール。リモートコントロールができるんですよ、セレボカム。細かいことなんですけど、一時停止中のさっき出してた画像があった。もうあの画像を自分で作って SD に入れておくと好きなの。KNN アウトとかこういうの。好きなの。はい、まあ、こんな風にですね、実は開発秘話とかそんなのもうちの、基盤インターナショナルのサイトに載ってますので、ぜひ見てくださいと。で、はい、なぜ Amazon さんが来てるかというと、うちのサイトの下の方にですね、Amazon のリンクが貼ってありますので、ここから買えます、セレボカム。お急ぎ便で買うと、もうお昼過ぎちゃったんですけど、お昼までのお急ぎ便で調達するとですね、その日のうちに届きます。クリッククリック。はい、Amazon さんありがとうございました。はい、はい、さて、まあ、こんな感じでですね、ポイントとしてはユーストリームができるし、バッテリーが2時間稼働する、それから遠隔操作でホームページ上から、このセレボの、ホームページ、セレボライブってところにですね、から遠隔操作で、録画というか配信の開始とか停止とかっていうことができます。それから設定画面はちょっとこれ変わってるんですけど、セレボのホームページで設定を入力して、それをが QR コードで表示されるので、それをカメラで撮ると。なのでカメラ画面上でちまちまいろいろ入力しなくてもいいっていうポイントがあります。すごいですね。クリッククリック。今日僕も買った。昨日買った、今日届く。ありがとうございます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ行くよ。せーの、キバラジ。次はですね、次の話題は拙者、マクロ撮影を試してみたいです。
これはですね、エビさんという方からマクロ撮影をいろいろ接写をして模型とか動植物を撮影したいんだけどっていうお問い合わせがあったのでちょっと試してみたいと思います。はい、じゃあアマゾンさんもいいよ。はい。ありがとうございました。